プレッシャーですよね、これ。将来的にドームツアーをしたいっていう目標があるので。それではご登場いただきましょう。日経トレンディが選ぶ2024年来年の顔、佐野勇斗さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。じゃあまずは一言ご挨拶お願いします。はい、こんにちは、佐野勇斗です。今回来年の顔に選ばせていただき、すごく光栄に思っております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ来年の顔ですけれども、選ばれて今のお気持ち伺ったいね。どうですか今の気持ち。はい、すごく嬉しいですけど、ちょっと嬉しいとともにちょっと、まあ、プレッシャーですよねこれ。来年なんでもし来年になった時に今年の顔に選んでいただけたら嬉しいですけどね、選ばれなかった場合今年ダメだったんだなこいつってなっちゃうんで、まあ、プレッシャーですけれども、ちょっとこの期待に応えれるように頑張っていきたいなと思います。今まで選ばれた方々を見ても、選ばれた方もう例外なく大活躍されてらっしゃる方ばっかなんで。お、本当ですか。予測の目は編集長間違ってないですか今までもね。そうですね、活躍を期待しておりますというか、はい、間違いないと思います。嬉しいです、頑張りますということでよろしくお願いいたしま す, お願いします。今年は一体どんな年だったんでしょうか。そして来年に向けての抱負もお聞かせください。はい、今年は、まあ、ドラマや映画にも出させてもらったんですけど、ミルクとしてグループとして初めて横浜アリーナでライブをさせていただけたので、将来的にドームツアーをしたいっていう目標があるので、来年は、まあ、そこに近づけるようにアリーナツアーをできるように頑張りたいなと思っております。はい、ありがとうございます。皆さんの、ね、来年のますますの活躍期待しております。